ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。ということで、オペレーター6および 2B さんへ定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2B さんらしいですね。それではまた。さて、ではニーヤオートマタの続きをやっていきます。前回レジスタンスキャンプについてね、さまざまな道具屋さんとかに依頼を頼まれたんで、ちょっと物資の回収にやってまいりましたと。でおまけに今は片手剣しか装備がなくて、このね、敵どもにやられないように、慎重に進んでいく感じだな。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。オッケーオッケー。じゃあもう一箇所も行くか。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスは夜派部隊にとっても大事な同胞、彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はーい。なんかナイエスはどっちかっていうと、なんつうのか、なんか弟的な感じに俺には見えるな。で、いいお姉ちゃんって感じだよね、今のところの印象は。 2B がいいお姉ちゃんで、ナイエスは弟。うん。さてさて、無用な戦闘は避けたいな。もうちょっとでその例のポイントなんだけど、なんかこう入れる場所と入れない場所の境目が割と曖昧で、ここ抜けれそうだな。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認、しかも適正反応があります。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後植物の巨大化現象を確認。でっかいイノシシとかいたりして。イノシシか、お世話になったよ。レプリカントの世界では一番最初に戦った、まあ、かなり強い敵っていう印象だな、イノシシは。なんかあれだね、でっかい斧持ってるからやばいかもって思ったけど、そこまで強くはないな。まあ、序盤だしね。いや、このね、前回のレプリカントやっているから、なんとなくその、わかってるんだけどさ、このミッションクリアするためには、ひたすら素材を集めなきゃいけないんだよね。ほとんどの場合、この素材集めがなかなか大変でね。この素材も結構大事でさ、武器を強化するためには素材を集めなきゃいけないんだけど、もうさ、何、敵を倒さないと手に入らない武器とかも、武器じゃなくて素材もあったりして、なかなかね、そこを言うところをクリアするのが大変だったり、まあ、なんだろう、面白いポイントでもあるんだけどさ、武器強化するために繰り返し戦闘をするから、なんかめちゃめちゃ達成感はあるんだよね。その分愛着も湧くし。あ、てかさ、今気づいたけど、この水がすごいリアルだな。綺麗だ。これ今私パソコン版でやってるんだけど、これが確か出たのって2017年の段階で、ここまでグラフィックが綺麗なゲームが出てたんだね。あ、すごいわ。あ、まだ行けない場所も結構あるな。とりあえず依頼をこなしちゃいますか。じゃあこの人から。
おお、資材を調達してきてくれたんだな。ありがたい。これでプラグインチップを売ることができる。それで自分の足も直したら、資材は十分だと思うけど。ああ、うん。いやー、何か他に修理できない理由が？壊れた左足はまだオリジナルパーツなんだ。長い戦争の間にこの体は何度も修理した。部品を乾燥して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 、最初から残っているのはこの左足だけなんだ。これまで交換してしまったら自分が自分でなくなるような気がして。俺はまだ本当に俺なのかな。いや、何も言えないよね、2B は。だって、さっきやったブラックボックス反応での自爆みたいにさ、何回もそれを繰り返してるからね。自爆とかやられて、データだけ返ってきてみたい。もう繰り返してるはずだろうから、自分だけど自分じゃない。うん。ああ、しみたれた話をしてすまない。これからもうしっかり仕入れるから、いつでも寄ってくれよな。おお、お金が手に入ったね。ありがとう。さてさて、じゃあ、今度は武器屋さんか。よし、これで整備デバイスは修理完了ですね。おお、サンキュー。これでようやく営業ができる。そうなんですね。楽しみです。任せとけ。俺は仲間を守るために武器を作っているんだ。けどさ、時折思うんだよな。もしかしたら俺が武器を作ることで仲間を早く死なせているのかもしれねえって。俺も何も言えないね。まあその節はあるよな。兵器があるから人は戦うから。まあなくても戦う人はいるけどさ。あー悪い、今のはなしな。また来てくれよ。次は新しい武器を用意しておくから。これでいいのかな。そしたらあとどうすればいいのかな。あれ、まだ話しかけられるな。あ、あんたたちか。おかげで助かったよ。そういえば礼を私は忘れていたな。機械を直してくれた礼に強化素材をやるよ。強化素材、試しに強化していくか。おー、ありがたいね。強化していこうか。あ、お金いつの間にか結構集まってんな。18,000。で、これを強化すると、270ってだいぶ上がるな。これ強化しようか。めっちゃ強いな。あ、でも、チタン合金とか、なんかレアな素材を集めなきゃいけないんだね。武器のことならいつでも相談してくれよ。あ、オッケーオッケー。これで依頼クリアか。で、またこの人に話しかけると。そうだ、私からも一つ頼みがある。最近砂漠地帯で凶悪な機械生命体が多く出現しているらしい。これまでなかった現象で何か起きているのかもしれない。君たちヨルハ部隊は調査も得意だと聞いている。砂漠地帯の異変の原因を調べてもらえないだろうか。まあこれは手伝わない理由はないよね。そうか、ありがとう。砂漠にいる私たちの仲間には連絡しておく。くれぐれも気をつけて。わかりました。じゃあ行こうか。アイテムは回収して。他にも、あ、宝箱あるね。よいしょ。こういう地道なさ、回収が後々役に立つからな。レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。オペレーターよりポット042へ。座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、 2B さん。なるほどね、ちょっと大変な場所ってわけか、砂漠は。まあとりあえず砂漠向かうか。方向としてはこっちかな。で、なんかさっきさ、メールを受信したんだよな。メールの中身を見たいな。あ、
なんかあるね。ついでにあそこのマップのところにさ、またセーブできる機械があるから、あれ解放しつつちょっと迷路を覗いてみるか。うわ、これ、うわ、飛べるんだこれ、すごっ。さすがアンドロイド。この下らへんなんだけどな。あ、なんか敵の音がするぞ。あ、いるわ。レベル8か、結構強いじゃん。よし、これで OK だな。解除しようか。じゃあで、メールボックスをチェックしよう。お、あ、司令官からだね。出撃の際に一つ言い忘れたことがある。解析班によると、 2B たちが工場廃墟に突入した時に放棄した装備が回収されずに残っているらしい。予測回収地点をマークしておくので、近くに行った時に回収してくれ。以上。あれかな、じゃあ白の薬状が落ちてるってことか、これ。だったらあれだよね、あのなんか砂漠が結構大変な場所だって言ってたから、装備整えていきたいし、先にじゃあそっち向かうか。どこにあるんだろう。あ、向かってきたな。あ、ここら辺だったよね確か。起きたことあるわ。あ、そうそうそう、ここでさ、あいつが来たんだ、あのでっかいやつが。ん？あれじゃね？これだ。あ、白の薬状あった。これだこれだ。いや、よかった、取り戻した。よし、これで、あれでも自動で装備されるわけじゃないんだな。すごい、チップも回収したし、他には何かあるかな。あ、さっき自分が失ったやつが全部戻ってきたんだ。よし、OK。とりあえず、これで装備も整ったし、向かうかな。よし、なんか地形がすごい砂漠っぽい感じに変わってきたな。ここ、こういうさ、砂浜走るのって大変なんだよね。足めっちゃ疲れるはず。あ、あ、いた。ああ、君たちが夜墓か。話は聞いてるよ。この先の岩場で仲間が待ってるから、そっちに向かってくれ。ただ、砂漠地帯には補給する場所がない。何か必要だったら、ここで交換していった方がいいな。何か交換していくかい？あー、なるほどね。回復アイテムとか取っといた方がいいわけか。ちょっと買わせてもらおうか。他にもなんかいろいろあるけど、今なんかどれを持ってたらいいかがよくわかんないから、まあいっか、とりあえず行こう。待て待て待て、なんか解放する、あー、あれがあるね。こういうのはこまめに解放しとかないとね。だってやっぱ砂漠の敵はまた一味違うのかな。おわ、めっちゃ広げたところに来たぞ。月面人類会議より、地上で奮戦しているアンドロイド諸君に次ぐ、現在機械生命体との戦闘は膠着状態。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願となる。人類に栄光あれ。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。あれ、ここら辺目的地のはずなんだけど、この上に行くのか。ああ、いた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 。分かりにくいところにいるな。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でも
どうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。そういうことね。あんまり無理しないようにね。了解。じゃあ行くか。なんかレジスタンスの人たちは、癖がある人もいるって感じだな。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて、乱暴な人ですね。同感。おっとみたいな。お、なんだここ。砂が。あ、なんかアイテムあるぞ。これは？あ、敵もいるね。うん、まあここら辺は全然、しかも敵に気を取られてて、何を取ったのかが全然見えなかったな。あ、なんかさ、これ仮面つけてんじゃん、この人たち。うわー、仮面の街の、仮面の街という国を思い出すね、あれを見てると。そっか。仮面をつけるっていう風習はなくなってないんだ。ってことはやっぱ同じ世界観なんだね、これ。ちょっと安心したな。砂漠地帯、狼なんかもいたりして。いいね、なんか記憶がちょっとずつ蘇ってくるのも。原作、あ、前作を。プレイしているならではだな。でもこの滑るの楽しいじゃん。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。わ、なんかさ、前方に巨大な影を発見している。俺はあれ敵か、いや分からん。なんだろう、蜃気楼っぽい感じなのかな。でも何も現れないけどね。うわ、現れたわ。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。なんか本当に、おっと、はっぜ、すげえ仮面のさ、かぶり方といい。あの仮面はしかもだってさ、砂漠の町という村の人たちがつけてた仮面とめちゃくちゃ似てるな。じゃあ他にも倒すのかな？なんかそのうちさ、何か動物に乗れたりするのかな？生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。それじゃあ解放して OK。 こまめにこうやってセーブさせてくれるのはありがたいな。あ、ついでにメール読んどっか。人類会議定期連絡。あ、これさっきの話か。人類会議、ちょっと待ってよ。なんか月に人類がいるってことなのかな。でもレプリカントの世界だと人類は滅びたんじゃなかったっけ。なんかよくわかんないね。あの話の後復活したのかな。謎が謎を呼ぶぜ。まあこのね、オートマタを続けていけばそういう話の謎もおそらく解けるんだろうけど。あっと、おいでなすったぞ。なんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。いや、こうやって滑るの楽しいな。やだよ。あ、怖いよ。けて助けてトゥビー、奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだね。
や砂漠めちゃくちゃ静かだな。しかしなんてことを話している間に最後の敵が現れた。危ね。うわっと潜り上がる。あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。あいつを追えってか。なかなか骨が折れるね。よいしょ。これ絶対仲間の元に逃げてるよな。わあ、絶対出てきそう。何が出てくる一体。砂漠の団地。いや、ここで鬼ごっこすんのか。怪盗。人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。マンモス団地ね、まあ、今もあるよね。アクセスポイントからメール受信の連絡で、ついでにメールもチェックしよう。なんだこれ。オペレーター 6O 木星占い。ルビーさん、最近開発部の女子の間で流行っている木星占いって知っていますか？木星の赤斑点の色と形状から健康運や仕事運、恋愛運なんかも分かっちゃうんですって。すごいですよね。今度チャレンジしてきます。意外と平和なんだな。なんか人間みたいなことをやってるんだね、アンドロイドなのに。そうだね、我々はアンドロイドですけども、何か人類のために戦っているんですよ。月面にいるという噂の。視点がぐるぐる回って申し訳ないですが、あ、いたいたいた。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。あ、ごきげんよう。いい天気。今日はなんかそのさ、言動と行動が合ってないよね。こんにちはって言いながら切りつけられたりしたらさ、ただのサイコパスじゃんかな。この先かな。なんかさ、ちゃんとこう足をこう、あの障害物があると足つまずいたりしてよろけるのが人間っぽくていい。おっと、怖いから殺すって。どうして、どうして、どうして。やめて。怖い。来ないで。ひどい。痛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 い。みんな死んだ。うわっ、お前たち。の出てきたぜ。なんか意味深なことを言っているね。ここで倒さなきゃいけないの？こいつ。ちょっと難易度高めじゃないか、これ。うわ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 。めっちゃ食らうし。これ、避けては通れる戦い？どうしよっか。あらら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 、やばい。うわ、金玉野郎にやられた。復讐に燃える少女は戦いから逃れた者たちの村で敵の奇襲を受けた。ゲームを再開します。プレイヤーが死亡するとその場所に擬態が残ります。擬態には様々なデータが残っており、擬態を回収することでそれらを取り戻すことができます。擬態を回収せずにもう一度死亡すると前の擬態は失われてしまいます。また回収せずに長時間プレイを進めた場合も擬態は消滅します。なるほどね。いや、
強かったな。あーなるほど、こうやって出てくるわけだ。この自動販売機の中から出てくるわけだね。装備はとりあえず元通りか。え、あいつ強かったぞ。ちょっとまずはちょっとこの周りのやつらから倒していこう。レベルも12と完全に 2B たちの上を行ってるからね。これうまく避けないとまたやられちゃうな。聞いてるのか聞いてないのかわかんないな。てか多分聞いてないよね。ホットプログラムはどうだ、多少入るのか。いや今近づきたくねえな。これどうやって倒せばいいのこいつ。今がチャンスじゃないね。全然チャンスじゃない。とにかく撃つべし、撃つべしだな。隙あれば攻撃して感じか。あ、危なそう危なそう危なそう。でポットプログラムをしっかり挟んでいこう。いやでも食らってないな、ポットプログラムは。あのボーリング攻撃みたいなのもやばいね。お、走行が剥げてきたぞ。いやよかったよかった、落ち着いてやればなんとかなるね。うん、あー倒れ方も特徴的ですな。結構いいアイテム回収できたんじゃなかろうか。あー擬態あった、回収させてもらおうか。プラグインチップ回収、元に戻そう。オッケー。なんかこういうゲーム性も面白いな。逃げろ逃げろ、あ間違えたちょっと可愛いな。まあでもこっちをおちょくってるようにも見えるけど。どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。すごい亡骸がいっぱいあるわ。それだけ強いやつがまたいるってことなんだろうねこれ。あ、これ上上がれるな。意味なかったね。この先に向かうか。あそこに逃げ込んでます。しつこい、逃げる逃げる逃げなきゃ。まああっちはこっちのこと怖いんだよね、だから逃げてんだろうけどさ。うわーこれ絶対ボス戦じゃんか、この赤いフィールドは。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。なるほどね、先発部隊がやられたってのもうなずけるわ。この BGM がなくなるのはさ、良くない前兆なんだよ。もうわかるんだって、大体そうよ。うわほら来た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 、始まったぞ早速。何か回収できるものはないか。なんだこれは。大好き大好き。トゥビー、耳を貸しちゃダメです。一緒にいよう一緒にいよう、抱っこ抱っこ。こいつらに心なんかない、ただ人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。おっぱい好き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 。うわ、あ、さっきまで逃げてたやつか。いやーいきなり戦闘になったな。そんなによいしょ。いやこれはなかなかですぞ。いやこれはあ、やばいやばい、食らっちゃった。よく見てないと。愛してる、殺す、恨み、恨み、無
このままじゃ誰。うわ、何体いるんだ一体。いや、わかるんだけどさ、ちょっと待って、数が多いぞ。さすがに数が多い。このままじゃダメ。じゃあどうするつもり？このままじゃダメ。このままじゃダメ。いや、怖い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 。いや、めっちゃ怖いんだけど。何が始まるんだ。うわー、出た出た出た。一体これは。生まれた。アンドロイド？違う、こいつ機械生命体です。今危ねえって思ったらついてなかったわ。危ないぞこいつは。絶対に危険な香りがムンムンする。ダメージ一応入るな。レベル1か。おっと、いや、わかんないけど。でも相手襲ってくる感じしないな。刀、避ける弾、弾く。トゥービー、あいつ進化してる。一気に蹴りをつけましょう。レベル5になってるな。うわーお。なるほど、弾吸収してんだこいつ。何するってんだ。あー、そういうことね。狙えないな。スポットプログラムいけ。いや、全然効かない。相手レベルちょっと上がってるだけなのに相当強いけど。いや、今までの敵とわけ違うぞこれ。おー、あぶねえ。いや、一撃重すぎだろどう考えたって。これうっかりしてるとやられるな。え、これ倒せるのかこいつ。うわー、危ねえぞ。うわ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 、マジきついぞこれ。ちょっと待って、うまく距離取って、あ、これやばいやつだ、これやばいやつ。よしよしよし、もうちょいで、よし、避けてガツンといく。腕組みしてるもんね。どうした？なんとも無骨らしいな。なんか出てくるものが赤い。これが機械生命体。いや、そうだよな、そう簡単には倒せないよな。生まれてくんのか。もう一体増えるなんて。トゥービー、脱出しないと。こんなのがゴロゴロいるのか。トゥービー、あの横穴から逃げられそうです。逃げなきゃいけないのか。いや、これなんか危ないね。多分時間食ってると
やばいやつでしょう、きっと。わあ、やばいやばいやばい。よし。足がこう、うん、これどこ行けばいいんだ、こっちか。あともうちょっと。あぶねえ。なんとかたどり着いた。あいつはどこにいるんだろう。まあ、とりあえず今脱出か。何なんだろうあれ。止まった。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。新たなる脅威ってわけか。司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答お願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。だからもう戦ってる間にレベルが上がってったのもすごい気になるね。どんどん強くなる敵。あ、砂漠の機械どもを倒してもらえて助かったよ。ありがとう。これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか。そうだな、一回戻ろうか。確かに一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。とりあえずレジスタンスのキャンプに戻ってきたから、アルモネにまあね、現状の報告しようか。ああ、君たちか。砂漠の機械生命体の話はジャッカスから聞いた。大変だったな。礼と言ってはなんだが、君たちヨルハのために部屋を用意しておいた。部屋？あー、そこ開けれなかったところ。ヨルハ部隊には世話になっているからな。遠慮なく使ってくれ。ありがとうございます。まあでも部屋あったとて何をするかってとこなんだけど、部屋入ってみる。じゃあ何ができるんだろう。なかなか広いですね。いいのかな、こんな部屋もらっちゃって。リーダーから許可が出たんだからいいんだろう。地上の任務も長くなりそうだし、ベッドで休めるのは助かる。あ、ベッドで休むとかやっぱ関係あるんだね。そうですね、ありがたく使わせてもらいましょう。そっか、アンドロイドといえどやっぱそういうの大事なんだ。休息は配電薬。これさ、ベッドで休むとどうなるんだろう。体力回復したりすんのかな。ちょっとベッドで休んでみるか。初めてだな。休憩しますか。はい、 9S は入ってきちゃダメだからね。オペレーターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B、 9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。なるほどね。じゃあレジスタンスのキャンプっていうか、アンドロイドたちを見つけてあげようか、あの仲間を。 OK です。じゃあとりあえず今回はこの辺りで終了にして、次回
仲間の救助へ向かいたいと思います。では皆さんお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。